お金をかけて作った場所ではないけども、ただ本当に時間と労力と人の思いをここに重ね合わせてこのビルっていうのを作ってきました。羨ましい。ギャラリーができて下にこう劇場があって、同じ目的意識のある人たちがそこに集まってるっていうのが、僕はアーティストインレジデンスとしてアーティストたちを招致してここで創作をしてもらう、そして地域の人たち、愛知の人たちに世界最先端の振り付け家やダンサーたちの踊りを間近で見てもらう、そういった環境を作っていければいいな。